SS ジャガーマー Mark IV サンサルーン SS カーズリミテッドはイギリスの自動車メーカー。スワローサイドカーカンパニーから発展してできた会社で1934年にこの名前で登録されている。1945年に社名をジャガーカーズに変更した。1928年に創業地のブラックプールから 英国自動車産業の中心地コベントリーに移転したスワローサイドカーカンパニーはスタイリッシュなサイドカー製造を行って成功していた。そこから四輪車の分野に進出して他社製作のシャーシにボディを製作するコーチビルダーとなり1932年に自社初の自動車を製作した。最初のシリーズは SS1、SS2 である。そのエンジンとシャーシは 中堅の量産車メーカーであるスタンダードから供給され、コベントリーの工房でボディのみの仮装を施した平凡な実用型であった。経営者でデザインを主導したウィリアム・ライオンズの指揮のもと、流霊で美しいスタイルを実現し、しかも高価な高級車もどきの外見からは、想像しがたいほどリーズナブルな価格で市場に提供した。もっとも、壮大なボンネットフードを開くと、 中に収まっているのは、さして大きくもないスタンダード製、直列六気筒エンジンという、見かけ倒しであった。本物の高級スポーツカーのオーナーたちや、評論家からは、性能の伴わない飾り物と酷評されたが、市場での人気は高く、不況で、競合各社に倒産する事例も出現する中、SS は、おかげで大強行時代を生き抜くことができた。 格好ばかりの偽物メーカーとみなされていた SS カーズはやがて本格的スポーツカー開発に乗り出した。ウィリアム・ヘインズとハリー・ウェス・レイクがスタンダードの既存エンジンをベースにオフの新型ヘッドを開発するなど大幅強化する改良を施し、スポーツカーエンジンとして通用する内容に仕上げた。1935年の SS カーズ SS90 は 最高速度9 0マイルパーアワーから命名されたが、23台が製作されただけであった。SS90 の後継は1936年のジャガー SS100 で、ジャガーという名前を付けられた初めての車である。当時の水準でも、また後世から見ても極めてデザインの優れた車であり、しかも新しいシャーシと、 強力なエンジンの装備で上級モデルは最高速度 100mh、0から 60mh 加速11秒の高性能を実現した。しかもこれらは、名実ともに第一線で通用する本格的スポーツカーとなりながら、価格は同クラスの既存スポーツカーより引き続き連覇に設定されており、競合メーカーにとっての大きな脅威となった。 最も生産の主流はサルーンであり、1938年から、ジャガーマーク4が発売された。第二次世界大戦勃発後の1940年、自動車生産は中止された。終戦後、SS という従前のブランドが、同じく SS を略称として、悪名高いナジス親衛隊を連想させることから、社名を SS カーズから、ジャガーへ、ブランドは SS ジャガーから、 単にジャガーに変更された。終戦後の1945年に戦前モデルのマーク4のうちにサルーン、3サ,サルーンを生産再開した。サイドカーの製造もスワローのブランド名で引き続き行われており、新会社ではスポーツカータイプのスワロー・ドレッティを販売した。ありがとうございます。